耐久レース一着となりました。香川の戸田航平選手です。一着おめでとうございます。ありがとうございました。さあ、今日の最終日、四分線どこ意識して走りましたか。まあ、僕のとこだけ三者やったんで、まあ、主導権は取れるようにと思ってました。そして、ジャンがなった時どうでした。いや、もう心臓バクバク言ってました。はい、緊張しました。はい、もう見事な逃げ切りでした。 いや、もうなんとかって感じですね。はい、後ろの先輩たちのおかげです。はい。走っててバンクコンディションは気になりましたか？まあちょっと風吹いてたんでそこは気になりました。どの辺がこう吹いてました。一番そうですね。なんか回っとるようなはい。でもその中で逃げ切り。まあ最後一着だったんで良かったと思います。これは次につながりますね。次は四日市記念です。うん、そうですね。これがまあなんかのきっかけになればいいなと思います。 4日1記念ではどんな走りがしたいですか。まあ積極的に走れればいいかなと思います。はい。では応援してくださった地元地区のお客様に最後にメッセージをお願いします。三日間応援ありがとうございました。今んとこちょっと成績悪いんですけどまた上げていけるように頑張ります。応援してください。おめでとうございました。戸田康平選手でした。